インスタントコーヒーはやっぱり粉の計量すごい大事ですね。そうですね、ちょっとした差が味わいに大きく、影響しますもんね、はい、熱いうちに氷入れた方がいいです ね、 そうですよね、きっとね、苦味がちゃんとあって濃度感はちょうどいい。こんにちは、 UCC コーヒーアカデミーの村田美穂です。早川久志です。このチャンネルでは日々寄せられるコーヒーにまつわる身近な疑問についてお答えしていきます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。今回の質問は、インスタントコーヒーでアイスコーヒーを美味しく入れるコツを教えてください。ということで、早川さんは普段インスタントコーヒーって飲まれます？普段っていうよりかは、結構ね、特別な日にインスタントコーヒーを飲む特別な日に、特別な日があるんですよ。あんまり正直飲まないんですけど、飲むときは飲みますよ。飲むときは飲む。昔は毎日ね、これでね、飲み比べしまくってたんですよ。うん、飲み比べ？どういうことですか？インスタントコーヒーいっぱい買ってきて、それを飲み比べしてました。逆に村さんはどんな印象がありますか？インスタントコーヒーの印象は手軽。手軽。どこでも持っていけるし、飲みたいときにお湯とカップさえあれば飲める。うん、簡単にね、コーヒー楽しめますからね。はい、私ね、フィリピン行ってたときコーヒーが飲めなかったんですね。うん、スーパーで某会社のインスタントコーヒーが売ってたんで、それを買って毎日飲んでたんですよ。それぐらいコーヒーが飲めなくて、コーヒーってこんなに飲めないものなんだと思って。カフェってないんですか？あったんですけど、去っていける場所がない、難しい場所にあったんで、はいはい、今ってなんか普通に飲みますけど、はい、手軽だなってその時に思いました。はい、本当便利ですよ。便利だと思いました。うん、視聴者の皆さんも普段自分でコーヒーを入れていて、夏はやっぱりアイスコーヒーを飲みたい、だけど手間がかかるのは嫌とか、でも美味しいコーヒーは飲みたいとか思われている方もね、多いかなと思います。そこで今回はインスタントコーヒーで入れるアイスコーヒーの美味しい入れ方をご紹介していきたいと思います。この動画を見れば簡単に手軽で美味しいアイスコーヒーの入れ方が分かる内容になっているかなと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速やっていきたいと思いますが、はい、今日使うコーヒーは、はい、こちらです ね、 ね、皆様おなじみの UCC ザブレンド114と117、この2種類スーパーで見かけるやつだと思います。はい、これを入れてみて、はい、味確認して、そこから最適な美味しいコーヒーを作るためのレシピを、今からレシピを作る、すごい企画です。はい、まだ決まってなかった、決まってないということで、はい、今からまず味をね、見ていきたいなと思います。はいはい、じゃあ114から飲んでいきましょうかね。はい、インスタントコーヒーの入れ方のコツとか、以前この辺に出てると思うんですが、簡単な小ネタといいますか、コツがあるという噂って何ですか？噂があります。一つ目が、新しい瓶って内蓋、シールで貼ってありますもんね。はい、これベッて外してもいいんですけど、内蓋を若干残す、このようにスプーンで切り抜くと。スプーン使うんですね。どうやってやってたんですか？僕爪でやってました。あ、そうなんです。なんでこれやるんでしたっけ？ここがパッキン代わりになって湿気ないようにする。頭いいですね。家で飲まれますよね。はい、やってます。やってます。はい、ティースプーン一杯でも全然いいと思うんですけど、私一度作った時にティースプーンの盛り具合で全然味が違ったんです。濃いじゃないですか、これ自体が。これなんか 2g じゃないですか。はい、2.1、2.5、全然違うと思うんですよ。ね、こんなこと誰もしないと思うんですけど、ちょっと細かいところまで測っていこうと思ってまして、2.0g 測りました。ここにお湯を140ですね。じゃあ117も測っておきます。 2g お湯は140入れます。80度にしてます。今日はお湯の温度が80度、低めの方がね、80度でも十分熱いですから、ね、100度のお湯入れたらすぐ飲めないですからね。そう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 、香りを揮発させてそれを楽しむ。お砂糖とかはね、入れる方溶けやすいかもしれないですけど、はい、できました。改めてこうやって飲み比べ初めてかも。飲んでみましょう。はい、飲みやすいかも。飲みやすいですね。おお、こっちの方がちょっとビターさが出てきて、はい、こっちの方がマイルドですね。はい、うん、どっちが好きですか？ホットで飲むならこっちが好きかな。でもな、こっちです、今のとこね。アイスコーヒーだともしかしたらこっちの方が輪郭が出るかもしれない。うん、じゃあアイスコーヒーをどっちで作る？作るなら私はこっちで作りましょうか。あ、ね、いいですか？うん、良さそうな気がします。アイスコーヒーらしさが出るような気がしますね。うん、こっちでアイスコーヒーを作っていきたいと思います。はいはい、やっぱりアイスコーヒーを作るには深い国の117の方が、はい、合ってるんじゃないかっていうような考えです。そうですね、結構苦味がしっかり117の方があるので、うん、アイスコーヒーにした時にちゃんとアイスコーヒーらしい苦さ、輪郭が出るんじゃないかなって思いました。作っていきます。
早速作っていきましょうか、はい、考えながら考えながらさっき 2g インスタントコーヒーそうですね、インスタントは 2g がいいんですね。 2g でこれティースプーン1杯 1.8g でしたけど1回入れてみてください。少な、これティースプーン信じちゃダメですね。スプーンによっても若干違いますからね。少ないからね、影響大きいですよね。そうですね、ここにこれにお湯を入れる、はい、この間そう試したんですよ。ホットの場合は低い温度で入れるじゃないですか、80度とか、うん、でもねそれでやるとね、うん、濁るんですよ、アイスコーヒー自体が。アイスコーヒーがだからね、ちょっと高めの方が、うん、いいかな、多分いいってことで100いきます。グラグラしちゃいます。グラグラさせる、やめときますか美味しいコーヒーの温度帯は92から96っていうじゃないですか。それ抽出する時のお湯の温度です。100の方が皆さん分かりやすく、分かりやすい沸騰したお湯を入れる、はい、今100になりました。100お湯の量80、これでね溶けるからね、はい、めっちゃ湯気すごい湯気80、はい、できました。熱いうちに氷入れた方がいいです ね、 そうですよね、きっとね、氷に沿わせながら。このねミキシンググラスも熱いからね、なかなかこう冷えが伝わってこないですよね。できました、はい、完成、完成です。では抽出かな完成しましたので試飲をしていきたいと思います。まあ、ちょっと濁りはありますけど。そうですね、いただきます。どうですか、1.17にしてよかったなってのぞく思います。そうですよね、もっとぼやけた味になるのかなと思ったんです。ちょっと苦味はすごいピリッとありますよね、はい、あります、うん、苦味がちゃんとあって濃度感はちょうどいい、やっぱ 2g この比率はいいんじゃないですか、うん、確かに1杯分作るのに 2g ってちょうどいいかも、ね、どうですか、うん、初めての、初めてのインスタントコーヒー、初めてのインスタントコーヒーじゃないです、じゃないですか一応ね、一応、はい、インスタントコーヒーだとホットも飲めるし、ホットのために家に置いてたとしたらあ今日ちょっとアイスコーヒー飲みたいなでも飲めるじゃないですか、全然いけますよ ね、しかも全然難しくないっていう、氷とお湯、あとグラスとかなんか容器があれば、ね、バースプーンの使い方だけマスターしてもらえれば一番いらないやつですよねちなみに1.17で入れたと思うんですけども、この味わいとかってピューレのアイスコーヒーにこう近かったりするんですか。お味ですか、味わいです。前そのいろいろアイスコーヒー作った、はいはい、なんかフレンチプレスにちょっと似てるかな。でも後味は確かにフレンチプレスぐらいしっかり香味が残るって感じがありますよね。うん、そうですね、うん、ペーパーはもっとクリアな感じがしますので、ペーパーとフレンチプレスの間、間ぐらいです。ということで今回はインスタントコーヒーの UCC ザーブレンド114と117を使ってアイスコーヒーを美味しく入れるためのポイントを説明してきました、はい、いかがでしたでしょうか。インスタントコーヒーはやっぱり粉の計量すごい大事ですね。そうですね、ちょっとした差が味わいに大きく、はい、影響しますもんね、はい、結果的に今日は117で在宅した時ね、はい、最初がいいのかなということで作りましたけど、うん、どうでした、美味しかったでしょう。手軽な割にはちゃんとアイスコーヒーだなって、うんねうん、思いました。インスタントのメリットが最大に生かされて、うん、簡単にホットもできるしアイスもできる、はい、よかったです、ね、よかったです、ね、お湯の温度は高い方がいいですね。あとはしっかり急冷させる、作ったらすぐに氷の中に入れて、バースプーンで待つ、はい、ぜひ視聴者の皆さんのお気に入りのインスタントコーヒーの飲み方とかあればぜひコメント欄で教えてください。過去にもインスタントコーヒーを取り上げた動画やアイスコーヒーの入れ方を紹介している動画もありますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。以上 UCC コーヒーアカデミーでした。コーヒーに関する疑問がありましたらぜひコメント欄にお願いします。チャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いします。